謝をいたします。お待たせいたしました。本日も江ノ電バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは安倍屋敷流光寺経由江ノ島行きです。お降りの方はお手元のブザーでお知らせください。お年寄りや体の不自由な方、妊娠中や小さなお子様連れの方に席をお譲りください。走行中席の移動は大変危険ですのでおやめください。また事故防止のため急停車することがありますので、スピーカーは手すりなどにおつかまりください。次は奥田でございます。このバスは江ノ島行きです。江ノ電バスでは2023年9月1日より羽田空港発着のリムジンバスを運休いたします。京浜急行バスの担当分は時刻通り運行しております。お客様にはご不便ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
き直進します。このバスは江ノ島行きです。次は荒屋敷でございます。藤沢脳神経外科病院へおいでの方はこちらでお降りください。藤沢警察署からお知らせです。現在完璧な猿が多発しています。幹部が藤沢市役所職員や行政機関を通って医療費の還付金がある電気ヘビで手続けできます。何と電話をかけてきます。これが詐欺です。市役所等を通ったお金に関する電話がかかってきたら藤沢警察署にご連絡ください。それは詐欺です。ご乗車ありがとうございました。上田島駅までです。